こんにちは、ネネです。タイガーです。今回は100年ぶりの質問コーナーです。さあ、イエーイ、昨日またインスタでね、質問募集したら質問いっぱいいただいたので、ポン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 とたくさん答えていきますよ。はい、カメラに映ってないけど、ゴーもいます。はい、じゃあいきます。はい、3人は喧嘩することありますか？はい、はい、どういう時ですか？物の取り合いです。物の取り合いです。もう前髪は切らないんですか？はい、はい、バサバサしてめんどくさいからです。そうです。ゴー君はこれから習い事する予定ありますか？はい、はい、何をしますか？ケーマーです。はい、じゃあ次いきます。はい、今一番行きたいところはどこですか？じゃあねねから行ってこうか。今一番行きたいところ、おお、力道場と UFC ジムです。身風呂のジム。あ、そうなんだ。それとサッタリの UFC ジムです。みーこ、キキはキキはパヤポンのとこと、タイ、あとはあとパンツ、パンツに行きたい。全員の国を行く。ケイ、K-1 の選手。いいね。いやー、それで一緒に泊まるどっか。パン。はい、次ゴー。こいったー。はい、ねねちゃんとキキちゃんはトレーニングを週に何回やってますか？全部です。全部です。週7回ですね。はい、はい、じゃあ次行きます。はい、今一番大切なものは何ですか？キッズ携帯です。キッズ携帯、携帯と指輪です。あ、指輪ね、そうだよね。時計はジムのカードです。そうです。はい、じゃあ次いきます。最近好きなお菓子は何ですか？全部コグミです。お気に入りの髪型は何ですか？ポニーテールです。好きなテレビ番組は何ですか？ちょうだい。ねねはテレビ見ないからね。おお、ある？たまに番組で格闘技系がやるんですけど、それが好きです。ちょうだい。最近3人の中で流行ってる言葉は何ですか？ねね、聞き語の中で流行ってる言葉、よく使ってる言葉。全部言ってないでしょ。うん、K-1 選手のこと。でも K-1 だよね。うん、ほとんど K-1 だよね。こんなパーだよとか。うん、こんなパービラソクリック。はい。はい、じゃあ次行きます。はい、どこだっけ。通っているジムのプロの選手を紹介してほしいです。はい。伊藤健太選手と高見沢健太選手です。好きなキャラクターは何ですか？ミニャー。ゴー君の好きな遊びは何ですか？騒ぐことです。これはネネに質問です。はい、悔しい思いをしてもすぐ立ち上がって前を向けるのは何でですか？強気があるから。はい、一度も負けたくないという気持ちが強いからです。チャンピオンになるからです。格闘技以外に好きなことは何ですか？格闘技。K-1 以外に今好きなこと。ボクシングにハマってます。格闘技。キキに質問です。はい、グラタン以外で好きな食べ物は何ですか？言わないの？ケンタ。はい、じゃあ次行きます。はい、幸せだなと感じるときはいつですか？今。ねねは？あ、みんなが一緒にいれるとき。私もそれと同じと、試合で勝ったときです。将来の夢は何ですか？K-1 のチャンピオンとクラッシュのチャンピオンです。あとベルトを一番こてることです。
キキは100万がベルトを取ることです。はい、次いきます。はい、行ってみたい県はどこですか？福岡。キキは、あ、キキはちょっと難しいかな。何県とか、大阪とか沖縄とか、ああいうの県って言うんだけど、静岡県、山形県、山口県、北海道、青森、分かった。どこ？沖縄とか。かっこいいと思う男の人はどんな人ですか？サッタリ皆さん、かっこいい。サッタリ選手みたいな人と伊藤健太選手みたいな人です。好きな食べ物は何ですか？じゃあねねから。好きな食べ物ですか？好きな食べ物、うん、カルボナーラ。私？ねねは？は？好きな食べ物ないの？あるけど、いっぱいな、グミ。いっぱいっていいよ。ステーキ、グミ、グミ、おっぱい。あ、お寿司ね。嫌いな食べ物は何ですか？ナスとピーマン。キキは嫌いな食べ物？野菜野菜ですね。はい、はい、今は何をしてる時が一番楽しいですか？K1 の試合見たり、試合すること。これで今すぐ一人で何にもやらないですぐ行きたい、自動で。はい、パパは格闘技をやってたんですか？やってません。ママとパパの身長を教えてください。パパ何センチですか？1センチ。160 1センチ。2センチ。ママは何センチですか？109センチ。2センチ。ママは160センチです。はい、生まれ変わるなら何になりたいですか？なんで K-1 のポスター見てんの？なんか K-1 に関すること。物でもいいの？うん、チャンピオンベルトに。あ、ジョージ。ママジョージ。チャンピオンベルトになってみたいんだよ。ベルトになりたいの？こうやって見てます。ジョージ巻かれてみたいの？うん、ジョージ。あ、キキはお猿のジョージ。サッタリのベルトになりたい。見かけたら声をかけてもいいですか？どうぞお声かけください。じゃあこれはねね質問です。試合をするとどういう気持ちになりますか？楽しい気持ちです。楽しい気持ち。楽しいんだね。はい。ママの料理で一番何が好きですか？全部、野菜以外。ねねはハンバーグかな。ハンバーグ、あ、とワンタンスープです。ああ、あれね。はい、じゃあ次いきます。一番大変なトレーニングは何ですか？パパだ。はい、磯子の階段です。階段か。はい、次いきます。次は、はい、今までで一番笑ったのはどんな時ですか？あの、身風呂の記者会見。ああ、あれね、そうだね、超笑ってたよね。乗った。はい、いきます。はい、好きなタイプはどんな人ですか？好きなタイプはどういう人ですかってどういうこと？例えばだから、ピヨピヨ、見た目がかっこいい人とか、心が強い人とか。サッタリ、体育選手？いや、なんでもいいんだよ。サッタリと、自分がどういう人かっこいいなと思う。サッタリと、サッタリと、ゴンナパーと、一人一世と、目黒と、峰大地と、ファイヤーフォン、あ、ユタヤファイト。そう、キキはファイヤーフォンだけ。あと伊藤先生。どんな大人になりたいですか？優しい大人。優しくて強くて世界一かっこいい大人になりたいです。はい、ママとパパの出会いを教えてください。はい、もうわかります。これ知ってる？知ってるっけ？行ったことあるっけ？飲み会みたいなところで話してて、それで仲良くなったんです。そう、ママの友達とパパの友達が友達で飲み会してって感じ。飲み会って、うん、飲むの楽しいな。いやそれで、うん、なんとかだよね。飲むの楽しいよね。そ
それがきっかけです。はい、次お願いします。何色が好きですか？水色です。水色とパープルとピンクと、あ、水色と黒だな、ね、あと金と、金と、あと、はい、1歳の子供が大暴れしたらどうすればいいと思いますか？何がしたいのって言って、うん、それで泣いたらもうお茶でも飲んで落ち着いてっていう。ああ、なるほどね。一つ何でも願いが叶うとしたら何をお願いしますか？何でもいいんだって。鍵！え、空飛べるようになることだな。ああ、いいね。キキは？キキはお願い、ジーに入れてきてどうか、3つじゃないです、1つです、空飛べる。ユニコーン！ユニコーンになりたい。虹と虹に一緒に遊ぶこと。うるさい。好きなディズニーのキャラクターを教えてください。ムーランとモアナとトイストーリーだね、うん、じゃあ以上です。はい、たくさんの質問ありがとうございます。